そんなバカな。この上に水脈があるはずが。どういうことだ。ここよりも浅いところに水脈があれば、井戸を掘った時点で見つけてます。ではこの大量の水はやはり水のクリスタルの力によるもの。カストル王子、ここがどのあたりかわかりますか。そうですね、歩いた距離や方角から考えると町の外にあるバーナードの屋敷あたりかと。間違いない、水のクリスタルはバーナードの屋敷だ。では早速地上に戻って屋敷へ。危ない。この魔物、ニハルの。ニハル、バーナードに言われたの、ここであなたたちを倒せって。この魔獣使いのアスタリスクの力で。お願い、バーナードの邪魔をしないで。あなたたちはいい人だから。これ以上戦いたくない。でもこのままだと私も本気であなたたちを。お願いだから降参して。歌い上げよう。それでは治療します。助かったわ。大丈夫ですか？ありがとね。
私の番です。治療します。オンに切る。行くわよ。それでは今は耐えます。よし、やるか。どうするとしよう。魔力がみなぎる。炎よ。私の番です。いでよ。倒れなさい。いでよ。どうするの。魔力の息吹よ、行けます。燃えよ。お、行けるじゃないか。これでどう。それでは大丈夫ですか。傷が癒えていく。どうぞ。守りの一手だ。俺の番だ。引かないな。お仕置きが必要ね。こうやって助かります。歌い上げよう。さて、治療します。危ないところだった。なんと、うぐぐ。こいつを使うか。行くわよ。参ります。癒したまえ。助かった。我が輩の番だな。様子を見るとするか。さて、我慢だ。炎よ。さて、まだ戦える。ここで負けるわけにはいかない。だってここで負けたらバーナードに捨てられる。それだけは。いや、捨てられるのはもう嫌なの。
つが弱点か。燃えよ。おう、いけるじゃないか。炎よ、こいつが弱点か。行くわよ。耐え切ります。排除させてもらおう。参ります。大丈夫ですか。すまん、知らないな。どうするの。ミハル、君は曲芸に失敗した動物や魔物を捨てるのか。叱ることはあるかもしれない。でも捨てたりはしないはずだ。あなたは優しい人です。たとえ疎まれようとも女の子の子犬を手当てしてあげているのですから、きっと助けてもらった恩をバーナードに返そうとしているのでしょう。でもクリスタルがバーナードの手にある限り、この国の水害は収まりません。家を失う人も増えていきます。あなたの家にいる動物や魔物も、いずれはバーナードは間違ったことをしているのです。なんとなく分かってた。
でも捨てられるのが、極芸団のみんながいなくなった時みたいに一人になるのが怖かった。君は一人じゃない。君と一緒に暮らしている動物や魔物たちがいるじゃないか。そうね。それに俺たちもな。ありがとう。クリスタルの隠し場所教えてあげる。いいのか。隠し場所の鍵を渡すから、後で私の家に来て。これはこれは、アンドロ記録官殿、今日はどのようなご用事で？お主が水のクリスタルを持っていることをグローリア王女が気づいたようだ。このままでは。ご安心ください、アンドロ殿、私めに策がございます。致し方ないか。わかった、お主の策に乗ろう。ではそのように。それとカストル王子は今グローリア王女と行動を共にしておる。くれぐれも殿下に害が及ばぬように頼むぞ。それとあの件は誰にも知られてはならぬ。くれぐれも口外せぬように。わかっております。殿下の恩義忘れてはおりません。今後も王家に尽くす所存でございます。わかっているならばよい。では失礼をする。あのじいさん、俺に恩を売っているつもりだろうが、こっちは最初からみんな奪うつもりさ。奪ってやる、この国にあるもの全てをな。フフフフフフフ。